めろよちゃんとじゃごまぬけろガッチャリだね。コロナになる前ですか、はい、ちょうど僕たまたまなんですけど佐山さんからタイガーマスクもらったんですよ、はい、本物の、はい、マスクですか。すっごいもう嬉しくて、はあ、それかぶんないで家に置いとけばよかったんですけど、はあ、やっぱこれかぶった方がいいかなと思って、はあ、かぶってそのままあの後楽園ホール行って、はい、でみんな僕らのこう編集部員たちも好きでプロレス、はあ、全員5人ぐらいこうかぶって前列でこうやって見てましたね。なんかあマジですか、はい、でそれで出てきてその時にちょうど出てきたのがウルティモドラゴンの浅井さんがちょうど出てきて、はい、で試合も終わってなんかサイン会みたいので後楽園ホールのもう本当にもう出口のところで、はい、なんかこうサインとかやってて、はい、僕ももらいに行ってサイン、はい、そしたらなんかサングラスして、はい、でなんかシャツこんなナポリのシャツかなんか着てなんかすっごいかっこいいイタリアの靴履いてこんなプロレスラーいるんだと思って。あ、いや彼は多分もうど真ん中ですかね、そのレオン系とか、ね、ああもうねあれ見てあっさりさんおしゃれだなと思ってびっくりしましたけどね。あ、プロレスはやっぱかっこいい強いおしゃれってイメージやっぱ強いですからね。あ、僕らのヒーローのイメージもうまんまだったんで、はい、ちょっとねやっぱりねこう好きですけどねああいうのはね。なんかあの俺ら汗をかく職業で、はい、やっぱそこが一番こう欠けるところじゃないですか、だからやっぱなんかそこまでやっぱりこう繊細にこう気を使うっていうか、はい、まあ、それってそのままリングの上のレスリングにも通じるというか、そうですよね、だから昔 そのチャンピオンクラスのレスラーの人たちっていうのは物の整理の整頓とかもしっかりしてるし、はい、あやっぱちゃんとされてるんですね。してましたね。